ジと自転車に乗りたいのよ、マリカは。もっとお天気がいい日。こんなもんじゃないのよ。もっと楽しいんだから。これだって本当中心だもん。あらパラオでいらああ、そうなんだ。あ、中華街っぽくなってきた。ここがなんか道具屋さん。ここもね、今から行く店のアネックスで炊飯器とかこう置いてとか持ってるところですよ。今から行くの。魚醤とかもいっぱいあるし、あ、懐かしい、これ世界中にあるね、この魚醤ね、買ったわけないけど学生の時で使ってた。あ、もう中華街のこの商品のラインナップは世界中一緒なんだね。これ日本と一緒だね、これ。日本にもあるの？日本にもこのラインナップはあるよ。ホアン、なんて読むんだろう、これ。これチューニャンか。じゃない？あの中国の甘酒みたいな。まあ、みりんのもろみみたいなやつだよね。そうそうそう。もうこれ見たことない。これ新しいわ。辛そう。面白いね、これ。ジャン、ジャンタオ。なんかそう。うん、漬け込んである豆腐と大豆みたいな。あ、これ懐かしい、これ昔買ったな、これ。え、マジで、うん、これ何？辛味の調味料で、なんかこう、あ、ラー油みたいなこと。そう、そうめんにそのまま乗っけて食べたりする。ピーナッツ入ってる。ちょっと美味しそうね。あ、それ入ってないけど、こっち入ってる。なんか昔中国行った時に、うん、お土産で何が一番うまいのかって言ったら、うん、これが一番いいと思った。この感じのさ、なんかおばさんの顔がさ、ついた調味料がさ、いっぱいあるの。いろんなおばさんの顔が描いてて。かわいいこれ。このマークが。マーケット見よう。うん。お芋の匂いがする。あ、じゃがいもだ、ね、じゃがいもの匂いがする。お芋の匂いがする。ハム屋さんだ。お、なんか面白そうなの持ってる。なんだ、オリーブオイル。オリーブオイル、酢、アザンっていうのがお酢、オリカペッセ。おお、すごいね。そうだね。あ、食べてみたいね。選びなよ。オランダにしかないチーズとかある。それは分かんないけど、Do you have a cheese that only available in Netherlands or that one? Yeah, yeah. そっか。ベレンヘン、ゴーダチーズがオランダにしかないよって。にんじん超美味しそう、見て。美味しそう。ビーツも美味しそう。ビーツ美味しそうだね。ビーツ買う？ビーツ煮てソーセージと合わせても美味しそうだね。やろっか。うわ、でも美味しそうね、これ。うん、そう。茎付きとか。やん。やん、こんなの見たらすごい買いたくなるけど。ちりめんキャベツもあるね。どれ？あ、そうだ。No, no, no, Jesse, I'm just looking around. Thank you.
Yeah, you got plenty of nice things. ちっちゃいですね、個人商店が多い。そうね、これほとんどそうだよ。スモーエッグ。持つよ。いや、もういいよ、いいよ。すごいオーガニックだ。すごいね。すごい種類。茎でかい。これどんぐりで何使うの？ヘーゼルナッツ。あ、これがヘーゼルナッツなんだ。へ、うん、そうターメリック。おー、何使うんだターメリックって。この人なんかまあいろいろ削って料理に入れたりショットにして。あ、こう発酵ニンニクが売ってんだね。うちにあるよこれね。これちょっと使い方なんとかしてよ。甘ちょっと甘いやつでしょ。この図面白い。ちょっと出して。すごい。もしこれあると思ったらちょっと買っといた方がいいよ。全部はうちの近くには絶対ないから。うわ、こっちはワインか。ここ通った昔、この近くに多分ね宿泊してたと思う。記憶あるあそこは。変な雲がある。本当だ。